さあ、はい、さあ、はい。NATO が中国にガンキレです。え、NATO が中国にガンキレです。中国がええ感じで追い詰められております。え、NATO のですね、事務総長がですね、なんと、ロシアとウクライナの戦争が長引いているのは、中国がロシアをですね、支援しているからであると。だからですね、我々がですね、これね、ウクライナをね、支援するために、もうね、何兆円も金使ってますよね、と。この経済的な代償をですね、中国に支払わせるべきであると。ということは、10兆円 ?20 兆円中国に何歩か、な、中国からどのぐらいお金取る気なのかなでも 本当にね、その気の、そのくらいの額になると思いますよ。どうも、やみのくまさんです。はい、中国がええ感じ。中国がええ感じで追い詰められてきておりますよね。え、ほんでね、このね、この NATO のですね、この激烈な NATO 事務総長、ストルベンベルグさんのですね、この激烈な発言というのをね、これから読んでいくんだけれども、え、この発言の裏にはですね、G7 がおります。G7 がおります。え、ついでこの間ね、うちの岸田もですね、言ってましたけれども、この G7 の首脳宣言でですね、あね、あの、ロシアを支援している中国の金融機関に対して、制裁を行おうじゃないかという話がですね、実はね、 行われてるんですよ。俺、これ、これ見てみ、これ見てみ。え、金融システムからの排除といった措置を取ることに決めた。もう一個、もうちょっと読もうか。中国を名指しした上で、ロシアの軍需物資の調達などに関わる外国金融機関に制裁対象を広げ、え、金融システムからの排除といった措置を取ることに決めましたという形で、え、中国の銀行をですね、え、金融システムからですね、排除しようじゃないかという声明をですね、明確に出しちゃったんですよね、これね。え、ちなみにこの写真何が面白いかってね、これね、え、バイデンがですね、この写真を撮る前ですね、え、向こうの方へ、よたよたよた,よた,よたとね、あの、 老人だからねねよた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 とです、ね、あああああ死んだ、死んだパパがいるみたいな感じでこう言っちゃったんですよね。えそこをですね、やばいやばい、おじいちゃんがやばいという形で、うちの岸田と,とメローニがですね、このおじいちゃんがですね、動き出さないように、こちら側に回る。そしてですね、スナク首相はですね、なんと、 バイデンの裾を掴んでおじいちゃんが動かないようにするというですね、素晴らしい、写真でもそんな話どうでもいいよね。うん、何の話だっけ分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃった。あ、あ、というね、こんな G7 のですね、意向を受けての言葉でございますから、これね、ガチなんですよ。ガチなんですよ。そして、ね、それに追撃でですね、なんとドイツが動きます。なんとドイツが動きます。え、ドイツの経済大臣がですね、今週ですね、中国に行ってくるんだよね。で、あの、経済的な関係の進化とかね、中国とドイツっては基本的には仲良しでございますからね。え、だからもっともっと経済的にですね、ドイツを支援しろよとかですね、言いに行くのかなと思って はですね、よく見るとですね ど、今回の訪問では、ドイツと中国の間で高まるえ、貿易の摩擦がですね、焦点となるほか、台湾、ロシアなどの重要な問題について、中国に圧力をかけると見られると。そう、あのね、ドイツ実はですね、中国に対して今ね、ガン切れしてるんですよ。理由はこちら。<laughs> 豚肉ね、あの、ちょ、りょ欧州ね、あの、e、EU がですね、中国のクソ安いですね、EV、電気自動車に対して、関税をかけるっていうふうに発表したでしょ。そしたらね、中国はですね、EU むかつくっつってですね、EU から輸入している豚肉に対してですね、あの、関税をかけるための動きを見せてる。 ダンピング調査を実施を発表したって書いてあるんだけど、ダンピング調査っていうのはですね、要するにすげえ簡単に言うと、中国が EU から輸入している豚肉に対して、関税をかけて、中国で売れなくしてやろうという措置なんだけれども、こんなん自分たちの首絞めるだけなんだけど、ちょっともうちょいうと、もちろん、うまそうな肉だな、これ、うま、いや、うっていう話になってるから、結構ね、これがドイツの中で問題になっていて、これ、ドイツのメディアなんだけれども、中国は EU の電気自動車関税への 対応として、ね、制裁として、自国の自動車メーカーではなくて、なんとヨーロッパの農家をターゲットに仕上がったつって切れてるんですよね。ヨーロッパの農家をですね、ターゲットにするということは、要するに豚肉、ね、あの、養豚業をやってらっしゃるですね、農家をですね、えー、に打撃を与えるための政策を中国が取ってきたとつって、ドイツの中ではマジで切れてるんですよ。だから経済大臣がいちいちそこに行ってですね、えー、ふざけるな中国と言いに行くという状況になっているという話なんだよね。<laughs> 気持ちいいだろ、気持ちいいだろう。で、この状況になるとですね、 あの,あの、中国はですね、がっつりね、NATO から制裁を食らってしまうという状況になると、ど,どこは困ると思いますそう、ロシアなんですよ。中国からですね、あのもう G7 が明確にさえ、ロシアをですね、中国が支援していると言っちゃってるわけだから、これ本当に支援してるんですよ。で、これね、あの、金融システムへの制裁っていう、から排除する制裁っていうのは、中国からしたら、ものすごい制裁なんですよ、これ。中国経済、ただでさえボロボロのボロンチラに、そこに打撃が加わったらですね、もうね、立ち直れないくらいの状況になるから、おそらく中国によるですね、表だったロシアへの支援は 止まるんで、すよよ止まるのよでそうなったら困るのがロシアでしょでそのロシアが今どういう、本当に困ってるね、証明にもなるんだけれども、そのロシアがどういう動きを取ってるかっていうと、北朝鮮なんですよ。今もう日本のメディア大騒ぎになってるでしょ。プーチン大統領が24年ぶりに北朝鮮を訪問したぞ。何する気だ何する気だという形でですね、これどう考えてもですね、あの中国の代わりにですね、あの北朝鮮をね、えー、もっともっとですね、俺たちを支援してくれ。代わりにね、ロシアとしては、自分たちが持ってる核,核開発の技術をねえ、北朝鮮は一生懸命核ミサイルをですね、 ねこれねえー、なんとかこう開発しようとしてるでしょう。その北朝鮮に対してロシアからですね核の技術を提供するからえー、ロシアが元ウクライナの戦争を続けられるようにいろいろ支援をしてくれとおそらく言いに行ってるんですよ。でここに対してもここに対しても NATO はですね釘を刺してます。えー、NATO 事務総長ねあのストルデンベグルクさんですよ。はいえー、対北朝鮮ロシアの核配発支援を懸念しているという形でここにもきっちりと釘を刺すという形でもうとにかくねロシアと中国をですねぶっちめのき満々という状況になってるんだよね。だから、ね、この日本の記事を 行きたいと思うんだけどもう一個ね、面白いニュース言っていい面白いニュース。あの、これこれこれ,れ,れ,れ、みんな喜ぶと思いますよ。はい。南米のエクアドルね、中国側の企業だ、あの、の国だと思われたらエクアドルがですね、なんと中国人に対して、ビザの免除を対しつまりね、中国人に対してですね、あの、中国人に対して、えー、簡単にエクアドルに入国できないような措置をですね、なんと取りました。なんでかっていうとですね、はい。入国者、中国からの入国者が異常な数になってきていて、もうエクアドルとしてもですね、もう怖いんだけどみたいな状況になってると。これなんでかっていうと、ただ今ね、 中国人がさ アメリカに対して不法入国をしているっていうニュースになったでしょで、あのね、中国人でもうすでにですね、アメリカには早々簡単にですね、入国できなくなる状況になってるんですよ。でね、アメリカでですね不法入民、不法移民としてアメリカに入国をしたい中国人というのは、エクアドルを出発点にしてるんですよ。ね。あの、エクアドルってね、中国と本当に仲がいい国で、ビザが免除、ビザがなくてもですね、入国ができるっていうですね、特別なシステムがあったんですよ。で、これをですね、利用してアホの中国人が一旦エクアドルに入って、そのエクアドルから歩いてアメリカに向かうというですね、 もうわけのわからん。形で不法移民としてアメリカに入国をですね。繰り返していたんだよね。その人数が多分ね。今世界ナンバーワンじゃないの？アメリカに不法入国をしているですね。アジアの国世界の国としては、中国人が実は世界ナンバーワンになりかけているというぐらい。あのこのエクアドルを出発点として、あのアメリカを目指す。中国人が増えてるんですよ。で、この数がもうね。中国からの入国者が異常なまずに増加をしている。だから、もうちょっと怖いから、中国に対してビザの免除措置というのを一旦停止します。という風うに発表するという状況になっております。もうね。色んな。 中国政府からしたら、これ嬉しいのかな。不法移民がいなくなるから、でもね、この不法移民の中にですね、中国のスパイがですね、紛れ込んでいるという話もございまして、だからね、中国政府にとっては、これ、痛い措置かもしれない。いや、少なくとも、エクアドル、エクアドルの国民からしたらですね、中国ってなんだよ、怖えんだけど、というですね、あの、不満が高まっているのは、これ、間違いないことでございますので、はい、いろんな意味で中国、苦しくなってきています。はい、ということでですね、これね、え昨日、激震が走りましたよね。まさか、あの、怖い怖い NATO、あの、怖い怖い NATO が、ここまで明確に中国を敵視するわけりとは、 するとはというニュースでございます。行きますよ。NATO の事務総長、ロシアの戦争を,を,を支えるですね、中国に経済的な代償を検討するべきだと、だってね、西側諸国はですね、このね、あの、ロシアに負けないようにですね、ウクライナに対してのですね、支援をですね、馬鹿みたいにしてますからね。日本もなんだかんだでもう数千億超えて、1兆円とか超えていってるよね、多分ね。こんなにですね、西側諸国が金を出してですね、あの、ウクライナを支えなければならないのは、中国のせいであるとはっきり言い切ったんですよ。これ結構すごい話よ。 はい、行きますね。え、えー、と、どこだっけ、どこだっけ。はい、ここだね。 ここだね。はい。アメリカ・ワシントン訪問中の、えー、t o のですね、え、ストルベンベルグ事務総長はですね、BBC に対して、ウクライナに対するロシアの戦争を中国が支援し続けるのであるならば、中国がどのような経済的な代償を払うべきなのか、欧米諸国は検討するべきであると述べました。ね。え、ストルベンベルグ事務総長はですね、中国がロシアの戦争遂行を支援しながら、同時にヨーロッパ諸国との正常な関係を維持しようとしており、両方のいいとこ取りをしようとしていると、BBC の単独次で述べ 述べましたこんなことは長期的にうまくいくわけがないとスレンベルシは述べましたという形で、これ面白いよね、これ面白いね。そう、中国っていうのはですね、こっそりとロシアの支援をしながらですね、でも経済的にボロボロだから、なんとかヨーロッパと関係、いい関係を保ってですね、経済を立ち直さなきゃいけないでしょ。だからですね、ヨーロッパと一生懸命に対して一生懸命いい顔をしてるんですよ。でもね、ヨーロッパからしたらですね、も、ま、う、あ、ヨーロッパを苦しめているロシア・ウクラナ戦争を長期化させている中国がですね、なんか経済的にはですね、ヨーロッパと仲良くしようとしていると、こんなんすげえムカつくんだけどとね、おい、 お前なんだよ、そのダブルスタンダードはよ、という形で、え真、真っ向面が真っ正面からこれ切れてると。で、これね、中国は多分ね、今ね、一番言われたくないこと <laughs>。一番言われたくないことがこれのはずなんだよ。これのはずなんだよ。これドカンと NATO に言われちゃうと、ヨーロッパはヨーロッパで。で、だから、この声、こういう声明があったから、ね、ドイツもですね、これね。 中国に対してえ厳しい措置を取ろうとしているという話になってますからね。これいいね。これストロデンベグルさんいいよね。なんかもうすぐ交代しちゃうのいやだな。もちろ続けたらねえ。そしてですね、事務総長は、え事務総長は、中国がですね、提供する超小型電子部品、マイクロエレクトロニクスはですね、ウクライナで使うミサイルや武器をロシアが作る上で必要不可欠なものだが、同時に中国はヨーロッパと NATO 同盟諸国との正常な経済関係を維持しようとしていると指摘。ね、こんなお前はね、ダブルスタンド,ガードがあって、 で、なるものかという形で言ってくれたわけですよ。で、ロシアをですね、支援する中国に、NATO 加盟国は、どう対応するのかと質問されますと、制裁のた可能性について、話し合いを続けていると、えー、事務総長は答えまして、もし中国が行動の仕方を変えないのであるならば、いずれかの時点で、何らかの経済的な代償を、私とは検討するべきだと述べました。えー、ストロベンベルグ氏はですね、えー、ロシアは現在、えー、各地ののの権威主義的な独裁,、えー独裁えー、指導者ととと関関係係を強強めてているとしてイラン中国北朝鮮との関係強化をして 来ました事務総長によりますと、北朝鮮はロシアに砲弾を送って、その見返りにロシアは北朝鮮のミサイルと核開発計画のため、先端技術を提供しているというと、もう,もうここまで言う今言うのがすごい、世界の情勢になってるんだな、すごい完全に敵視してんじゃん、こんなえ、つまりですね、ウクライナに対するロシアの侵略戦争を北朝鮮が手助けしているだと、し,しているぞと、えー、事務総長は述べました。えー、こののの中中国国、ね、ロシアア支援ににについてはすすでメリカ政府が5月中国と香港を拠点にする約20社に対し 制制裁裁20社をを、ね、対象にしした制裁を発表しております中国はですね、ロシアとの関係、経済関係について、人命を奪う武器を売却しているわけではないと言い訳をしまして、軍民療養技術の輸出は、法や規制にのっとって、慎重に取り組んでいますよと言い訳をしました。でも中国は中国で、やば、これ以上制裁くれたらやばいんですよね。欧米からの制裁が相次ぐ中、ロシアはですね、中国、北朝鮮との関係を今深めております。ウラジミールールプチン大統領はは5月の中国訪問にに続いて18日にはなんと北 朝鮮を訪れるという話ですよね。 そして、やばいのがですね、核兵器を持つ軍事同盟なんだね、あいつらって。ね。ジョー・バイデン、アメリカ大統領との会談に先立って、ソルデンベルグ氏はまた、国防費をですね、国内総生産、GDP 比2%以上にするという NATO 目標を、加盟31カ国のうち20カ国以上が2024年に達成をする見通しだと明らかにしました。つまり NATO はもっともっと強くなりますからね。これはヨーロッパにとってもアメリカにとってもいいことだ。ソルデンベルグ氏はさらにえ、ロシアや中国への脅威拡大の抑止力として、NATO の配備可能な、NATO が 配備可能な核弾頭の増加をですね検討しているかもしれないと16日付けの、えー、イギリス紙テレグラフでしたことについて、えー、説明をしました。この発言についてはロシア政府のですねドミトリーペスコフ報道官が緊張一層激化させる以外の何者でもないと批判をしている。これねロシアも中国も読んでたことを言うんだよね。ね、お前らがお前らが無駄に軍備増強してるからこっちとしてもですね高めざるを得ないというのが本音なんだけどね。何なんだろうねこいつら本当ね、はい。こうした批判に対して事務総長は自身の発言は NATO が核兵 武器を持つ軍事同盟であって、一つの加盟国への攻撃は、同盟全体からの反応を引き起こすぞという一般論を示したものに過ぎませんからといって、きれいにかわしましたとね、えー。NATO はですね、NATO の目的は戦争を戦うことではなく、戦争を防ぐことにありますからと、ストルデンベルグ総務総長はお話をしましたというところで、この会談、このね、ストルデンベルグさんのですね、話をですね、もっと深掘りしているのがなんとね、日経新聞なんですよ。これ面白い記事ですよ。ついさっきのニュースですよもう今日、今日のね、ついに二三時間前の話ですわ。行きますよ。NATO 事務総長 対北朝鮮、ロシアの核配活支援を懸念というお話でございます。いきますぞ。うん NATO のですね、ストルデンベルグえ事務総長は18日の記者会見で、ロシアが軍事協力を深めている北朝鮮にミサイルや核開発計画を支援する可能性があると懸念を表明いたしました。だからアジアのみんな止めてくれってことかな。えロシアのですね、プーチン大統領による18日、つまり本日からの訪朝は、両国が深く結びついている証細証拠であると訴えました、えー。アメリカ訪問中のですね、ストルデンベルグ氏は、えー、首都ワシントンでブリンケンアメリカ国務長官との共同記者会,記者会見で語りました。 プーチン氏のですね、えー、北朝鮮訪問についてえ、ロシアが北朝鮮、中国、イランのような権威主義国と非常に緊密に連携しているのがよくわかりますよね、と話をしました。5月には中国にも言ってますからね。え対ロシア支援の動きを踏まえ、安全保障を地域ごとに分ける考えは、もはや通用しないんだ。全てが絡み合っている。こうした課題に一緒に取り込む必要があるんだよと指摘をしましたえ。ヨーロッパで起きる事態はアジアにとって、アジアで起きる事態は我々にとって重要であると訴えました。これは非常に心強い言葉ですよね。 アジアではね、あの、南シナ海でですね、中国が暴れていたり、え、台湾海峡がやばかったりとかするんだけど、そこへの介入を匂わせてますよね、これね。ね。これ、これ、いい動きよ、本当に。 はい、ストレデンベルグ氏は7月の9日から11日にワシントンで NATO 首脳会合に日韓やオーストラリアなども招くことに触れましてアジア太平洋地域のパートナーと協力をですねさらに強化をする理由の一つにも一つもここにあるんだと説明をしました。え本当に心強いな。G7 をですね14日に採択をした首脳宣言でロシアのですね継戦能力を支える中国への制裁強化に踏み込みました。ロシアと軍事転用が可能な技術部品の取引に関与すれば中国の金融機関をなんと G7 の金融ネットワークから締め出すと警告をしましまたこれで中国本当に多分ね、身動き取れなくなるよ、これ。えー、欧米はですね、えー、中国が殺傷力のある武器をロシアに供与した実績はないと分析をする一方、兵器の製造に欠かせない半導体や工作機械、電子部品などの輸出を続けていることに警鐘を鳴らしました。これを続けている限り、ロシアは国内で武器をね、ずっと作り続けることができますので、えー、やっぱり許せないんだよね。はい、それストルテンベルグ氏は中国について、 欧州の国々と正常な貿易関係を続けながら、同時に第二次世界大戦以来の最大の戦争を引き起こすことはできないと主張しました。ね。え欧州とのですね、経済的な関係の維持と、ロシアの支援をですね、懸念頭に中国が両立をするのは不可能だ。ね。だからお前ら、ロシアを選ぶのか、それとも EU を選ぶのか、選べって言ったわけですな。ある段階で中国に重大な結果をもたらさなければならないと断言をしました。これが経済的なですね、代償を払いという話につながるんですな。

自身のの安全保障上の利益になるんだとと力説をしたいいう話でございますわかるどのくらい中、え、NATO がですね、中国に対してガンギレしてるかわかりますかいや、しかしですね、NATO がですね、ここまで中国を敵視する状況になるとは思いませんでした。とっても嬉しいでございます。はい、ということでですね、あの、中国はですね、おそらく、え、これ以上ですね、ロシア支援をですね、続けることができませんね。武器を売っていないからいいじゃないかというふうに中国は言っていたんだけれども、その武器を作るための半導体装置を売ってることが問題なんだよと、ここまではっきりと NATO の事務総長が今まで言ったことはございましたかね。 しかもですね、ね、中国はですね、ロシアと仲良くしながらですね、なんと他のね、e、EU 各国とも仲良くしようとしていると、こんなダブルスタンダードで許されるかボケーとね、こんな状況を続けるのであれば、経済的な何らかの代償を払わせるぞ、つまり G7 の金融機関から中国を追い出すぞと、そうなったら中国経済もう滅ぶしかないだろう、いいのかという形で、すげー恫喝しました。いいよ、いいよ、はい。ということで、中国はですね、ええ感じに追い込まれてます。中国はええ感じに追い込まれてます。僕は最高だと思いました。 このニュースを驚きましまた、はい、こんな感じでですねあの中国ちとでねこれ。 すごいよね。中国が、いや、いやすごいよね。これ、NATO がここまでですごいよね。はい、ということで、これ、NATO がですね、がっつり中国の敵に回ろうとしております。で、僕たちはですね、あの、岸田総理のおかげでですね、あの、NATO とはとても仲良しです。これはね、いいニュースだと思ったらお伝えしました。またね、中国はですね、本当にやばい状況になってきてますよと、追い詰められてますよというですね、いいシンボリックなニュースがあったらですね、皆さんにお伝えしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、今日の動画は終わりたいと思います。バイバイ。